本日、私が使っていくのはこちら。こちら、新しく発売されるリズを使っていきたいと思います。ちょっとこちらのリズのデッキはですね、少し、とあるキャラを混ぜております。はい、こちら、丸々を出していきます。リズのテキストでカードを引いた場合はですね、チャージ7000を無償で持つことができます。はい、70番のリズを出していきます。こちら、レベル1のテキストで、エントリー0コスト結束リズを満たしていると、ワンドロワンで捨てていきます。なので、これ、ワンドロワンで捨てていきます。まず1枚引いて、1枚捨てていきます。そう、リズの効果で私今、カード引きました。ということで、チャージ7000がつきます。こちら、使っていきます。アルティメット。これ、ハート回復のイベントなんですけど、条件があります。反動を公開します。このタイミングで反動を公開します。大丈夫かな。このタイミングで公開してさらにまだあります。相手が選んだカードをハートに送ります。これを送った場合ガードができなくなるんですね。ではこちらを選びます。そうなっちゃうんですよね。